ロレーヌ 12E ロレーヌ 12E は1922年から1924年にかけてフランスのロレーヌ・ディトリッヒで開発された航空用水冷 W 型12気筒発動機であるローレン 12E とも呼ばれる1930年代初頭にライセンス生産の2000台を含む8000台が生産されたロレーヌ 12E は W 型12気筒の水冷式 レシプロエンジンで、ロレーヌ・ディトリッヒのマリウス・バルバローが、イギリスのネピア・ライオンを参考に出力向上を行った。シリンダーは3つのブロックに分かれ、それぞれのバンク角は60度である。燃料供給は2つのゼニス式機械機用、点火は2つのマグネト式点火装置で行う。点火の順番は1から5から9から3から7から11から、 4から8から12から2から6から10で、第1気筒は左列前方の気筒で、第5気筒は中央の列前方、第9気筒は右列前方の気筒となっている。1923年から1924年にかけて試験を行い、1924年3月にドレーヌ 12EB は耐久試験に合格した。耐久試験合格後すぐに生産が行われ、 年末までに100台近くが生産された。こうした中、ポテは自社製のポテ25の標準エンジンにロレーヌ 12EB を指定、この発動機の成功を確実なものとした。価格は14万フランであった。ポテのほか、ロレーヌ 12EB はブレゲ19やフランス海軍のルバッスール PL4 に搭載された。また、ロレーヌ製の発動機は1920年代の 数々の飛行記録に貢献しており、飛行距離、速度記録の更新や、郵便航空路の開拓をした、フランチェスコ・デ・ピネードや、シャルル・ナンジェッセの機体に搭載された。1930年代に入ると、ドレーヌ 12EB と元になった、レイピア・ライオンよりも、高出力の発動機との競争により売り上げが下降ドレーヌは3200馬力の発動機開発を目指すが、失敗に終わり、 ロレーヌは経営破綻してしまった。8000台以上製作されたロレーヌ 12EB だが、わずかに2台がパリのシテ科学産業博物館とビスカロスの水蒸気博物館に保存されているのみである。ポーランドでは723台がライセンス生産され、スパド61、ブレゲ19、ポテ25、PWS-103 に搭載された。スペインではカーサで、 ライセンス生産されていたブレゲー19搭載用にエリザルドでライセンス生産されていた。アルゼンチンではフマにてライセンス生産していたドボワチン D21 搭載用にライセンス生産、その後のル d l 4 3戦車にも搭載された。1924年に海軍の指示により中島飛行機がロレーヌ D 取引からライセンス生産権を購入。 ローレン450馬力発動機として正式採用された。1927年春から1929年末までの間に約120台を生産。この第一航空機、海軍航空省でも生産が行われた。第二次世界大戦末期に海軍は魚雷艇の大量建造を計画するも、当時代出力の液冷発動機は不定しており、 今機も乙型魚雷艇に搭載されたとされている。ありがとうございます。